島県伊達市、宮城県との県境に近い富野小学校です。児童数32人の小さな学校です。ランドセルを背負ってバスに乗り込んでいるのは5、6年生7人。3泊4日の移動教室に向かいます。行き先は新潟県見附市立大正学校。伊達市では今年から通常の林間学校とは別に教育の場を一時的に県外に移す移動教室をスタートしました。どんな友達がいるのかな、その友達とみんながどんな風に仲良くなるのかな、それはとっても楽しみです。私が一番楽しみにしていることは、あっちの大正学校での授業の中のプールです。プールですね、はい。海辺での活動が楽しみです。はい、海辺のどんな活動、はい、生き物とか、そういうところで遊んでみたい、はい。プールに入るのは久しぶりなので楽しみです。プールでどんなことをしたいですか？入れない分も思いっきり泳ぎたいです、うん、去年入れなかったからな。ランチタイムで一時下車した見附市内の森林公園。子どもたちは食事もそこそこに飛び回ります。7人のうちこれまでに放射線量の低い地域に一時的に滞在するいわゆる保養プログラムに参加したことのある子どもは一人もいません。あれやっぱり草とかあんまり触れないでしょ。絶対触れない。このルールでいいの？草やっぱり触るのが、うん、5年生の佐藤七香さんが白爪草のリースを作り始めました。小さい頃におばあさんに教わったといいます。子どもたちにとって当たり前だった遊びが福島県内では難しくなっています。これは今年4月の伊達市内の放射線量マップです。放射線量が年間20ミリシーベルトを超える恐れのある特定避難勧奨地点も点在する伊達市。北部に位置する富野小学校は比較的線量の低い地域にあたります。それでも昨年の1学期は屋外に出ることはできず、学校のプールも中止。1学期に1回だけ市内の屋内プールに行ったのが唯一の水泳の授業でした。今でも屋外での活動は3時間以内に制限されています。私が訪問したこの日はプールのコンクリートを削る除染作業の真っ只中でした。以前から宿泊学習ということで、伊達市で、霊山町にある交際館というところがあるんですけども、その辺あたり、あとキャンプ場、そちらを主にして通学合宿というものをやっていました。で、これはその場所に泊まって、その宿泊所に泊まって学校に通うというふうなことをやってた。で、それが今度の震災で宿泊学習はできない。で、さらに、放射線も高いということで、どっかに行って学習はできないかと。伊達市の移動教室を実現に導いた影の立役者、 NPO 法人地域交流センターの橋本正則さんです。地域交流センターは1970年代からゴミのリサイクル問題に取り組み、地域と地域、行政と市民をつなぐ役割を果たしてきました。今回は見附市と伊達市のつなぎ役を果たし、文部科学省の復興教育支援事業に応募。この補助金と伊達市独自の予算によってこの事業を実現しました。伊達に行った時に、去年の今頃でしょうかね、夏休み前に行って、やっぱり暑いのに長袖長ズボンでマスクをして、
外では遊べないという状況の中で子どもたちの笑顔が消えていると、元気な姿が見られない、これじゃいかんということで校舎の方から少し避難できるようなこういう移動教室みたいなことを考えてはどうかということで、その時に伊達市の、市長及び教育委員会に相談に行って、でその時は非常にいいことだけど、なかなか実現は難しいかなという話だったんですが、その後、やっぱりやった方がいいという話にだんだんなっていったというのがあります。こういう移動教室やりたいなというのは昔、もうそれこそ10年以上前からですね、子どもたちを教育の場を、移動させることによる地域の活性化みたいなアイデアはありまして、何人かでそういう話をしてたことはあるんですけど、具体的に動こうとしたのは今回 の、原発事故をきっかけに、実現に、だんだん具体化していったということだと思います。宿泊先に到着しました。4日間お世話になる見附市の海の家、海海ハウスです。伊達市からこれでもって5校目の最後のこの前期の学校になります。皆さんもまた笑顔で帰るように私たちも一生懸命お世話させていただきたいと思いますので、皆さんの協力もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあどうぞお入りください。ありがとうございます。塩の匂いするよ。到着するとすぐに海辺での自由時間。海のない伊達市の子どもたちにとっては貴重な体験です。ちょっと楽しい。でも濡れた。こけた。カニゲット、カニゲット。久しぶりに海に入ったのでとても楽しかったです。久しぶりか？どのくらい？だろう、海にはずっと入ってないですね。楽しかったんですけど濡れちゃいます。一遊びすると宿題の時間。このプログラムは一般的な臨海学校とは異なり、特別な課外活動はほとんど行いません。ランドセルを背負って学校に通い、勉強するのが日課です。滞在中、食事以外の掃除や洗濯は自分たちでやります。いただきます。いただきます。いつもの友達との夜、みんなリラックスして思い思いに過ごしています。いよいよ大正学校に向かいます。間違いない大正学校だ。わー、すごい大きいね。今日からよろしくお願いします。大正学校の児童数は35人。ここ数年急速に入学者の数が減り、学校内には
空き教室が目立ちます。その一つが3日間富野小学校の教室になります。まずは先生同士の顔合わせです。校長の竹内正俊と申します。よろしくお願いします。実施に至る今日までの間、合同で行う授業の内容などカリキュラム作りを一緒に進めてきました。担任しています竹内正俊です。よろしくお願いします。伊達市立富野小学校長宍戸仙介と申します。この3日間さまざまな体験をさせていただけること、そしてまた子どもたちに素晴らしい思い出になることを願っています。少しでも対象学校のお役にも立てればななんて思っています。よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。5、6年を担任しています阿部修一と申します。今日は朝からこう子どもたちに出迎えていただいて、本当にこう、うちの子どもたちもすごくこう不安できたんですが、すごくこう、温かく受け入れられるということで喜んでいました。私もすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。今日はありがとうございます。これからまたよろしくお願いします。僕たちは皆さんが来るのをとても楽しみにしていました。一緒に勉強したり遊んだりして楽しい3日間にしましょう。福島に帰るときには見つけの思い出がいっぱいになっているといいですね。今日から3日間よろしくお願いします。心のこもった受け入れに富野小学校の子どもたちも少しずつ打ち解けていきます。1年生からずっと1学年1人だけだった6年生の宍戸由紀さん。いつもは5年生との複式学級で学んでいますが、対象学校で同じ6年生6人と机を並べました。同学年の友達がいるのは初めての経験です。ここ見つけはですね、中越地震であるとか、中越沖地震であるとか、いろいろ災害に見舞われている土地柄でもありますし、子どもたちも、まあ、少なからずそういう影響を受けていて、この話があった時に子どもたちも職員もみんなで何か力になれたらいいね、受け入れができたらいいねというような形で、今日の日を迎えたということです。今回富野小をこう3日間受け入れるということに関しても、そう大きなハードルはなかったというか、むしろ子どもたちも職員も楽しみにしていたといいますかね、大勢の友達と一緒に交流したいと、そういう気持ちが子どもたちにもあるし、子どもたちの心の成長という面でもとっても価値があるというふうに思っています。念願のプールの時間になりました。対象学校の 5,6 年生と合同授業、いつもより大勢でゲームをすることになりました。学校を越えてチームを組み、水中に引きずり下ろします。授業の終わりに担任の阿部先生が富野小学校の子どもたちを集めました。去年1年間中断していた水泳の実力を見ようというのです。水木さんは結構泳げるようだけども、明日したら水木さんは泳げる方に行ってもいいけど、後の人は中川選手と一緒にやった方がいいかもな。やった、はい、じゃあ並んで、うん、
ありがとうございました。ありがとうございました。なんか自転車して、どうだった？久しぶりにやって、それでなんか全然泳げなかった。三は？取り戻してきた。どうだろう。って感じです。本当。どうだった？それ。楽しかった。雨でも入るつもりで来たんですが、本当ですか？4歳高ければ伊達市内の小学校は現在21校、そのうち今年移動教室を実施するのはまだ9校です。予算の都合やカリキュラムなどの問題、また宿泊施設の規模に制約があり、特に大規模な学校が参加できませんでした。しかし伊達市では来年度以降さらにこの事業を拡充したいと考えています。私たち伊達市は放射線とか、まあ、いろんな面で、マイナスの部分がありますので、この震災を必ずプラスにせねばっていうふうな思いでおりまして、ですから体験を通して教育すれば成果があるというふうには分かってますので、この後ずっと続けようというふうには継続していこうというふうに思ってます。ちょっとオーバーですけども、震災をきっかけに新しい教育をしようとなすことによって学ぶというふうなことを本当に取り入れて大きく成長しようと、まあ、震災に合ってないっていうところはそのままでいいかもしれませんけど、私たちは震災に合ったのでよりプラスの教育を探っていかなくちゃならないというふうに。これみんなうちの子供たち一人一人に、こっちです。後でできた。僕3人しかできない。3人できたらすごいじゃない。だって声かけられたの。イエーイ。今回の震災、そして原発事故で大きく感じたことは、私たち公立学校の教員ですとどうしても子供が学校に来て当たり前、そんな場だと思ってたんですけども、それは実は大きな勘違いで、教育を受ける権利は子どもにある。そうした時にたとえ公立学校であっても学校を選んだり、給食を食べるか食べないか、そういうことは全部選ぶ権利が子どもに、そして保護者にあるんだということをもう一度確認した時だったと思うんです。今回の放射能汚染の問題で、保護者の方たちは大きな不安を持ちました。どうやったら内部被曝、外部被曝を少しでも減らせるのか、一緒に考えていきましょう。それが一番求められる学校なんじゃないかな。そんなことをその公立学校の教員として改めてこう思い知らされた。そしてまたそれが本当の教育の姿じゃないかということを感じたような気がします。夕日が背中を押してくる真っ赤な手で、なんだっけ、寝過ごした